皆さん、アンバサー、今私は、西名栗林道に来ています。来てみたらびっくり、崖崩れで通れませんでした。ちなみに、以前、西名栗林道を紹介しましたが、あそことは別の場所です。そう、この西名栗林道、今現在も新しい道を、作っているそうです。どのくらい進んでるのか見に来たんですが、入り口付近で崩れて先に、進めませんでした。アンバサー。今日は、埼玉の、舗装林道をメインに、紹介するよ。というより、二日前に、結構な量の、雨降っちゃったから、舗装林道をちょっと覗いてみようかなって思ったんだよね。予想通り、西名栗線は崖崩れだったもんね。ここ、埼玉県民の方なら誰でも知っていますよね。そう、入間川の起点ですね。私の調査によると、埼玉県民のおよそ 44% が、ここが入間川の起点であり、さらに飯能市にある、山のすすめの、ポスターの写真が、撮られた場所であることを、知っているという結果が得られています。ほんと二日前に、大雨降らなかったら、普通の林道行けたのに、私が休みの日は、ずっと雨だったから、今日晴れただけでも、神様に感謝しないとだわ、アンバサー。お、ここで、ゴールか。それじゃ、次の林道に移るよ。雨降ったせいか、道が、水浸しになってるわ。そして、すでに飽きてきた。舗装林道って普通の、狭い道だからね、風景が変わらないと、だんだん飽きてきちゃうよね。しかも、コーナーとかでもしも車とか来たらと思うと、全然、楽しめないしむしろ、私怖くて神経すり切れちゃうよ。それにしても、滝が多いね。イワナとか釣れそうで正直釣りしに来たいわ。それじゃ次移るよ。ここ、林道名が、わからないぐらい、看板劣化してたよ。ここも舗装林道だったけど。さっきのと比べると、手入れされてない感じが出てて、いい感じだよね。でも、やっぱりだんだん飽きてきたよ。そろそろじゃりじゃりした。林道走りたくなってきたな。路面状態のいい林道探しに行ってみよう。この林道、最初は舗装林道になってるけど、奥に行くと途中から、ジャリジャリした林道に変わる、林道だよ。やっぱり、ジャリジャリした林道走ってる方が、癒されるわー、アンバサー、てか、ここじゃり真っ白だわ。近くに採石場があって、そこに白いじゃりたくさんあるから、それを巻いたのかな？すごく走りやすいわ。
なんだ今の箱は。ここ、道も綺麗だし、頻繁に、人の出入りありそうだし、安全運転で行かないとだよね。お、どうやら、この林道結構人の出入りがあるみたいだね。今日は誰もいないみたいだけどね。それじゃ、次行くよ。入り口に、何の表記もない林道に、入ってみたら、結構面白そうだったんで進んでみたら。あ、奥で工事してるみたい。これは残念だけど、工事が終わったら、また来ればいいや、アンバサー。実は、ここも名もなき林道なんだけど、入り口にコーンが置いてあったから、引き返そうとしたんだよね。そしたら、後ろから女性に声をかけられて、入っても大丈夫よ、うちの敷地だからって、突然言われたもんだから、カメラつけずに登ってきちゃいました。せっかくなんで、お昼ご飯食べていくことにしたよ。アンバサー。上りは録画しなかったから、下りの動画載せておくね。通ってみたら、やはり人が来ないのか。おっきい、鋭利な石がボロボロしていたよ。あ、さっき声かけてくれた、方や、挨拶しておかないと。なかなか、私が降りてこないから、なんかあったのか心配してたみたい。すいません、気持ちよかったんでお昼ご飯食べてました。どうもありがとうございました、アンバサー。ここは、がっつり入れないようになってました。この他のところも行ったんだけど入れなくて、次に移動した林道が東京都になってたんで。そっちは東京の林道動画で紹介する予定だよ。そういうわけで今日は、これで終わりにしておくね。また見てください。それでは皆さん、アンバサー。